御弁の椿山本秀序章天保五年正月二日に本所の亀戸天神に近い白川端というところで中村仏庵という貴人が病死した年は八十四歳であった彼は大工と畳職の棟梁であるが 章をよくし「雲助や屋台夫」と合していたそれは箱根へ杜氏に行った時籠かきから生きえを買って帰りその杖に初夏から大紙をもらって掘りつけ柱にかけて自慢していたそれで雲助屋などと名乗ったらしいがその前本所の小梅に住んでいた時役者の祝い紫着がその土地を買った紫着はそこへ家を建てるので 追い立てられた彼は腹立ち紛れにその住み古した家の壁へ左のような京花を書いて立ち退いた「雲助が住み荒らしたる家なれば河原小敷や後に着ぬらん」「鬼人ではあったけれどもあまり世間からは好かれていなかったようだ」「この仏庵の住居から一丁ほど南によってやはり白川端に武蔵や騎兵の寮があった」 武蔵屋は日本橋本国町三丁目の役所屋で隣に油屋も兼業していい老舗としても資産家としても市中に広くその名を知られていた仏庵が死んでから4日目にあたる同じ正月の6日の夜半その武蔵屋の寮が直で焼け焼け跡から3人の死体が出た兼業の油屋の品が置いてあったものか 建物の中は油が火を引いた模様で柱まできれいに焼け落ち3人の死体もほとんど男女の区別がつかなかった寮にはおまさという中年の下女と五助という下男がいた五助は通いで夕方には自宅へ帰るがおまさはもちろん住み込みであったしかしおまさもその日は本所成平にある弟の家へ帰ってい くる朝寮へ戻ってきて初めてその出来事を知った町方の尋問に対しておまさは次のように答えた「この寮にはいつもおかみさんがいましたそれが12月の29日にええ仏安さんの亡くなったのが2日ですから日に間違いはありません」とおさは言った。 29日の朝お出かけになってあとずっと留守番をしていましたすると6日の昼過ぎに日本橋のお店から旦那を戸板に乗せておしのさんがいらっしゃったんですええおしのさんは武蔵屋の一人娘で年は確か明けて18だったでしょうおきれいで静かでおっとりしたいい方でした 主人の貴兵は養子だった。年は45歳3年前に老害で倒れたが家付きの妻お園は病気に感染するのを恐れて看病は娘のおしに任せ自分は寮の方へ移ったそれ以来ずっと別居生活が続いてい店へは寄りつきもしなかった旦那は戸いたのまま奥の前へ運ばれ 若い衆たちはすぐに帰っていきました」とおまさは言った「おしのさんは奥の間で旦那のそばにつきっきり私が御用はないかと聞きに行ってもただ静かにしていておくれお父っさんの病気が重いからとおっしゃるばかりでした」「そのうちに香の匂いがしてきあんまり強く匂うのでどうかしたかと思って見に行くと」 病人が体が臭いというので子を炊いているのだから心配には及ばないと押しは答えたやがて夕方になると押しは自分で買ってきて雪平で米を研ぎ火鉢で粥を煮るのだと告げまた自分の夕食は何でもよいと言って奥へ去ったそれからお政は天神橋の前まで買い物に行き魚や野菜を買ってきて飯を炊いたり煮物をしたりしていた この間に七日間モルスだった主婦のお園が帰っていたらしい。おまさは全く知らなかったが、娘のおしノが来て、母が帰っているから酒の支度をするようにと命じた。ちょうどお酒が切れていましたので」とおまさは続けた。酒屋へ注文に行くと言いましたら、それではついでに酒の魚もとおっしゃいました。 お前おっかさんの好みを知っているだろうからいいようにしておくれとおっしゃるので私は酒屋と仕出し屋へ行ってきました酒がき魚が届いて膳立てをしているとまたおしのが来ていったあとは私がしようこんな時刻になったけれどお前には暇をあげるから成平の家へ行って泊まっておいでおまさは弟の家に子供が預けてあった その前の年にヤクザな亭主と別れ七つになる男の子を弟に預けて自分は下女方向に出ていたのである今年はまだ正月にも帰っていないというのは主婦のお園が連日のように客をするためいとまをもらうことができなかったのである「ではお願いします」と言って私はすぐに支度をし途中で土産物を買って成平へ帰ったのです。 おまさはこう言った「へえほかに人はいませんでしたから焼け跡から出たのは旦那とおかみさんとおしのさんの死骸でしょう」「旦那やおかみさんはともかくおしのさんは本当にお気の毒だと思います」「騎兵は重体だったがどうしておそのを気の毒とは思わないのか」 待ち方の者がそう聞くとおまさは訳は話せないと答えた「仮にも奉公していた人ですから私の口から詳しいことは言えませんけれど」とおまさは冷ややかな調子で言った「おかみさんがあんな死に方をしたのは天罰だと思います」店の方も調べられたが結局はっきりした事情は不明のまま。 死体は親子3人のものと決まり5日目に本国町の家で3人の葬式が行われたそしてその後親類や縁者たちが集まって相談し武蔵屋ほどの老舗を潰すのは惜しいということになって分家にあたる亀や伊兵衛の次男で石郎という者が養子に入り騎兵の後を継ぐことになった。 第一話「騎兵の病状が悪化したのは12月27日の夜のことであった。クレむつに店を閉めてから夕食を済ませた後番頭と2人の手代を相手に調愛をするのが店の決まりでその時は歳末が近づいていたため地方との取引先の分もあり11時過ぎになってようやく一区切りついた。 忍は、いつものとおり、女中二人に指図して、九時に茶花を出してから、父と自分のヤ具の並べて敷かれた部屋へ行って、寝る支度をした。火鉢の火加減を見て灰をかけ、千薬の土瓶を仕掛けた。その脇の盆には、湯飲み茶碗と布で覆いをした金だらい。金だらいには水が入ってい,い畳んだ手ぬぐいが5枚重ねてある。忍はそれらをよく調べ、また、 父の寝巻きが三枚出してあることも確かめた父はひどい寝汗を隠し毎いを幾度か咳の発作を起こすためそれだけの支度はどうしても必要なのであったおしのが着替えをしようとしていると番頭の香助が声をかけて入ってきた彼は37になり4丁目の裏に家のある通い勤めで妻との間に子供が2人あった。 9時半になると帰るのが決まりでいつもは襖の外から挨拶だけしてゆくのだがその夜は声をかけて部屋の中へ入ってきた「どうしたの?」押野はいぶかしげに聞いた「旦那のことなんですが」とカスケはささやくように言った「ともういつもより具合が悪いようですからもうお休みになるようにおっしゃってくださいませんかどんな具合なの ひどい熱なんでしょうお顔が赤いし息苦しそうで激しい咳き込みが二度もございましたとカスケは言ったお休みになるようにといくらお勧めしてもお前こそもう帰れとおっしゃるばかりでおしのはうなずいたいいわ私が行ってみるからカスケさんはもう帰ってちょうだい今夜はもう少し残ることにします <laughs> いいえ 帰ってお父っさんが気をもむからいつもどおりにしたほうがいいわか助はよほど残りたそうであったがおしのは帰るように言い自分はすぐに店へ行ってみた手代の中蔵と徳次郎が父と机を挟んで座り帳愛をしていた中蔵は21徳次郎は23歳年が明けるとのれんを分けて店を出すことになっているほかに小僧を入れて店の者が7人いるが みんな店の次の部屋で読み書きやそろばんの稽古をしていたおしのは父の様子を見た喜平衛は45歳という年よりずっと老けて見える体もすっかり痩せているし顔は頬骨から顎の骨まであらわになり落ちくぼんだ目やえぐったようなこめかみや油気のない灰色の髪などはそのまま思想を示すように感じられた いいえそんなことはない父は前からあんな風だったとおしのはかぶりを振った12の年で奉公に行き25で婿養子に治ったそれから20年物見湯さんにも行かず寄せや芝居を見るでもなくもちろん酒やタバコの味も知らないただ武蔵屋のため商売第一と勤め通してきた。 老舗の名は聞こえていたが確実に資産を積んだのも隣にあった紙問屋を買って油屋の店を開いたのも皆騎兵の働きであった56年前から疲れが出始めた私が11人の頃からだとおしのは思ったおしのは幼い自分から父と母との間に寝かされていたそれは母の主張であったが 11人になってから夜半に目が覚めた時など暗くしてあるあんどんの光で見ると父の寝顔はすさまじいほど憔悴してい死んでいるのではないかとさえ思ったことが幾度もあったあの頃から時々こんなふうに見えたことがあるこれは思想などというものではないおしのはそう思いながらさりげなく父の方へ近寄ってゆき甘えた動作で しりかかった「どうした?」と喜平が目を上げた「まだ寝なかったのか」「今夜はなんだかさみしいのよ」「おしのは小さく肩をゆすった」「お父っつんが寝てくれなければ眠れそうもないの」「喜平はそっと笑った」「ありがたいが私は大丈夫だよ」 私本当にさみしいのよ分かってると時平はまた正面に向かって筆を取った私は大丈夫だよ自分の体のことはよく知っているからねもう行って寝なくちゃだめだよそして徳次郎と読み合わせを続けたおしのは諦めた父がそう言い出したら聞かないことはよく分かっていたからである 部屋へ戻って寝巻きに着替え、もう一度火鉢の渦火を見てからヤ具の中へ入り読みかけの「松代物語」という読み本を広げた信濃の国の松代という城下町に生まれた姉妹が実の母親を探すために諸国を回りながらいろいろとつらい苦しい目にあったり悲しい思いをしたりする話でもう二度も読み筋は暗記しているくらいだが 繰り返し読んでもおしのは飽きなかっただがその夜はいくらも読まないうちに眠ってしまったらしい呼び起こされて目を覚ますと徳次郎が真っ青な顔をして「旦那が」と言いながら店の方を指さしていた徳次郎の顔の層が変わっているのを見ておしのははっきり目が覚め起き上がって斑点を引っ掛けた父は 座布団を並べた上に寝ていたが、かっけつをしたのだろう、口の周り、着物の襟、そして畳の上まで血が飛び散ってい、それを店の者たちが拭き取っているところだった。騒ぐな、と喜兵は目をつぶったまま言った。薬はいらない、ぬるま湯に塩を入れてきてくれ、おしのを起こすな。 かっけつは初めてではないがそんなに多量に吐いたことはなかったおしのは足の方から震え出し息が詰まりそうになった声が出ないので徳次郎に目でうなずき茶の間へ行って塩のぬるま湯を作った「かっけつしたらそうするように」と前に医者から聞いていたのであるおしのは自分を落ち着けるために水をいっぱいゆっくりと飲みそれからまた店へ出て行った 兵は目を開いて入ってくるおしのを見つめた「しお湯よ」とおしのはび笑しょしながら座った「濃すぎたら薄くしますわ」「起きなくってもいいのに口をきいてはだめ」とおしのが言ったそーっと頭だけ上げてね「どん中ん後ろからそっと支えてちょうだい」2人が後ろから抱き起こすようにし しばらくは動かせないので汚れた着物もそのまま枕をさせ買い巻きをかけてから湯で手ぬぐいを絞って胸元から口の周りを拭いた「胸が落ち着かない」と喜兵が言った「手ぬぐいで冷やして当ててくれ」「ごめんなさい」とおしのはすぐに立った。 それをすっかり忘れてたわお前たちはいい喜兵衛は店の者に向かっていったもう遅いから片づけるのは明日にしてみんな寝てくれ横山さんを呼んできましょういやそれも明日でいい今呼んだところで医者にもどうしようもないじっとしているほかに手はないんだから に朝になって横山三徳を呼んだ古福橋に住む医者で喜兵衛が老害にかかって以来のかかりつけだったが診察をして帰る時送りに出たおしのにそっと首を振ってみせた「難しいことになった」と三徳はささやいた「今度は後をよほど大事にしないと取り返しのつかぬことになるかもしれない」 星野は唾を飲んだ店においては駄目だな」と三徳は首をひねりながら言った「あの通りの性分だから少し落ち着くとすぐに動き出すだろう」「今度は寮の方へ移して商売のことなど忘れてゆっくり養生させなければいけないそれも一日でも早い方がいい」「はい」とおしのはうなずいていた。 何か特に効くお薬はないものでしょうかな,ないだろうなこの病気ばかりは特に効のある薬というのはなさそうだ三徳はまたそっと首を振った空気のきれいなところでのんきにして精のつく食べ物を食べるそうして病性の衰えるのを待つというよりほかに今のところ手はないと思う わかりましたお篠はまたうなずいたできるだけ早くそうするようにいたします医者が帰るとすぐにお篠は亀井戸の寮へ使いをやった母に来てもらいたいということづてを命じ籠で行かせたのであるがお民というその若い女中は帰ってくると騎兵に向かって おさんは体の具合が悪くて来られないそうですという返事を伝えたおしのがちょっと座を外していた間のことで珍しく喜兵衛は怒ったどうして迎えなどやったんだ喜兵衛はとがった声で言った迎えをやっても来ないことは分かっているじゃないかごめんなさいおしのは目でわびながら答えた どうししても相談なななければならないことがあるんです。私ちょっと行ってきてもいいでしょうか相談とはどういうことだおしのはうを振るうという気持ちで医者の言ったことを父に告げた喜兵衛は終わるまで聞かずに激しくおしのを遮った私は寮などへは行かないそんなことをしなくとも大丈夫だだってお父っつぁん いや大丈夫だと言ったら大丈夫だ。と喜兵衛は言った。この病気のことなら医者よりも私の方がよくわかる。私は若い頃から体のことには気をつけているし、この病気にかかってからは病気に波のあることやその波頭を逃げるコツも覚えた。いや本当だ。喜兵衛はこみ上げてくる咳をこらえるために。 ややしばらく息を休めた人間には寿命というものがある養生不養生によって生まれつきの寿命を損なうこともあるが自分の体の調子によく気をつけていればどうしたら寿命を保つかということはわかるものだそれにこの暮れに迫って店を開けるなどということはできない大丈夫だから心配はしないでおくれその日は ことの蛍光雨があった。昼ごろになると喜兵衛はもう落ち着いたから着替えをして行っておいでとおしのに言った後で起きたりなさらなければとおしのが言ったでもお父っつんは私がいなくなるときっと起きてしまうでしょうまだそんなことを言うのかと喜兵衛は枕の上で首を振ったあんまりうるさくしないでくれ 病気のこっている時はこらえ性がなくなるんだから。ごめんなさい。おしのは明るい調子で言った。じゃあ、私たし行ってきます。私は眠るから、ゆっくりしておいで。はい。おしのは元気にうなずいた。二人の女中、特におたかと、手代の徳次郎によく頼んでおいて、おしのはざっと身支度を済ませ、 家をを出てから辻籠を拾った。無論傾向さめに行くのではないまっすぐに亀戸の寮へ走らせた途中で雨が降りだし気温も低くなり寮へ着いた時には辺りはもう一面の雪景色であった冬になってから二度目であるがその季節にしては珍しく形も量も多い牡丹雪で門から寮の戸口さえ見えないくらいであった 出てきたのはおさであったがおのを見るなりひどく浪拝し「ちょっとお待ちください」と言って小走りに奥へ去った奥の方で三味線の音と歌の声が聞こえておのは構わずに上がってそこで旅を脱いだおさは戻ってくると「あちらは今散らかっていますから」と言い客用の八畳へ通した 今すすぐに火を取りますおまさはそわそわと敷物や火鉢を直しながら行った急に嫌なものが降り出してさぞ途中お寒かったでしょう今おかみさんもおいでになりますからいいのよせかないでも風気味でくさくさするからっておまさはまぶしそうな顔つきでいた と今火を取りますから三味線と歌の声はもう聞こえなかったお政が火鉢に火を入れ茶と菓子を運んでくると間もなく母のお園が現れた年は35歳大柄ではあるが体の線が美しく胸や腰などは娘のようにすんなりしている 色のやや浅黒い細表の顔に憂いを含んだような切れ長の細い目とやはり薄くて小さな口元が娘のおしのでさえ惚れ惚れするほどの際立った魅力を持っていた途中で振られたんでしょうお園は火鉢へかぶさるように座りながら潤んだ目つきでじっと娘を見つめた寒いから 何か温かいものでも取りましょうあんたきれいになるばかりだわねおっかさん具合が悪いってとおしのが言った誰かお客様があるようだけれど寝ていたんじゃないんですかお客なんか言いやしなくてよ寝ていたけれど頭がくしゃくしゃするもんだから今床の上でちょっといたずらをしていたとこなのお昼に 何をごしようし「おっかさんお民から話を聞いたでしょ」とおしのは言った「お父っつんの病気今度はひどく重いのよこれまでにないほどたくさん血を吐いたしやめてやめて」お園はきれいな長い指の手を振りながらいたずらっこのように眉をしかめたそんな話を聞くと胸がムカムカするじゃないの。 横山さんっていう医者がついてるんだもの。病人のことは医者に任せておけばいいでしょ。う。その横山先生がおっしゃるのよ。おしのは我慢強く子供をなだめるような調子で言った。今度はよっぽど大事にしなければいけない。店に置いてはだめだから、寮の方へ移してゆっくり養生させるようにって。いやよ。いいえだめよそんなこと。 さん「おっかさん」とおしのが言った「そんなことだめよ」「おそのは脇の方を向きすぐにまた向き直って娘の目を見つめながら言った」「あんただって分かってるでしょそんなこと言ったって当人がきやしないわたとえ医者に死ぬと脅かされてもあの人は店を離れるような人じゃないことよ」 そうおしのは母の顔を見守った「そらねえあんたの目を見ればわかるわ」とおそのは目を細めて微笑した「あんたあの人が承知しないものだから私に勧めさせるつもりで呼びに来たんでしょう」「お父ちゃんは」とおしのが言った「お母さんの言うことならきっと聞いてよ」「そんなこと」 私が嬉しがるとでも思ってるの？お願いよおっかさん。おしのは母の手を握りながら言った。今度は本当に危なそうなの。今度だけでいいからうちへ来て寮で養子をするように言ってちょうだいね。一生のお願いよおっかさん。おそのは娘の手を優しくなで、あやすような口ぶりで言った。 落ち着いて落ち着いてそんな大げさなこと言わないでよあんたっておっかさんには薄情なくせにあの人のこととなるとすぐにのぼせ上がるのねたまには私のことを考えてくれてもいいんじゃないのへえそうね推しのあぎこちない動作でうなずいた言いたいことを押さえつけるような固いうなずき方でそれから言ったおっかさんのお世話をしなくて 本当に悪いと思うにわい思お父っさんさえ落ち着いたら今度こそどんなにでもおっ母さんのお気にいるようにしてよだから私のお願いも聞いてちょうだいいいわあんたには負けたお園は娘の手を軽くたたきそれを話しながら言った明日かあさってそうねあさっての夕方ごろ行くことにしましょううれしい。 本当ね。断っておくけれどあんたの考えている通りになるかどうかは私にも保証できないことよ本当に来てくださるわね行くって言ったら行くわよとお園が言ったお昼に何を食べるいっそう鶏鍋でもとろうかおしのは母と一緒に昼飯を食べたその座敷にこたつを入れ久しぶりに差し向かいで話しながら食べたのであるが奥の部屋に 誰かいるように感じられそれが気になって落ち着かなかった人がいるというような物音や気配は少しもないしおまさや母のそぶりにも変わったところはなかったことによると初めに入ってきた時のおまさのばいした様子やつまびきの三味線と低い歌の声を聞いたのが耳に残っているためであろうかしんとした奥の部屋に誰かが息を潜めて こちらの様子をうかがっているというふうな感じがどうしても頭から去らなかったじゃあきっとねおしのは帰る時にもう一度念を押したあさっての夕方待ってるわよあんたも今言ったこと忘れないでとおのは言った肌の手入れとお化粧もう少し髪の流行りに気をつけることよくって 呼びにあったかごがきおまさのさしかける傘で雪をよけながらおしのは広い足で門の外へ出た肌の手入れかごが動きだしてからおしのはいぶかしそうにつぶやき「そうか」と自分にうなずいたごはんを食べながらずっとその話をしていたのね髪化粧帯着物 母にはそういういことしか興味はない昔からそうだったとおしは思った目をつむって母のことを回想すると化粧をするところや反物を選んでいるところや着飾って出かける姿しか浮かんでこない父に抱かれて寝たり子守歌を歌ってもらった覚えがあるしはしかの時や放送の時はもちろん風邪をひいたぐらいの時でも父はそばを離れずに看病してくれたしかし 母に面倒を見てもらったようなことは少なくとも自分の記憶には残っていないとおしのは思った母は自分に化粧をしてくれ着飾らせて芝居や寄せや遊山や見物には連れて行ってくれた芝居茶屋でひいきの役者たちを呼び自分と子役を並べて座らせ京がって主演をしたことも幾度かあるし母が仲間たちと一中節をさらうのだと言って料理茶屋へ集まり おさらいなどする様子もなく男女の芸人や役者などを呼んで遊ぶなどということも珍しくはなかったお父っつぁんにすまないそんな時には気がとがめ今度母に誘われても決して遊びには出まいと誓うが華やかで楽しい座敷を思うとついその誓いも忘れて10日11くらいの年まではそんなことが続いたおっさんは平気だった ここんなことは内緒だよと言ったこともないし口止めをするようなこともなかった中1ぐらいから自分は母の誘惑を拒むようになり次第に母とうとくなった母はそんなことには気もつかない様子でそれからずっと好きなように暮らしてきた私が一緒でないことがかえって自由なようにさえ見えたものだとおしのは思った あんなきやすく受けあってくるかしら」とおしのはかごに揺られながらつぶやいた「場合が場合だから来てくれるだろうけれどもし来てくれなかったら今度こそ私言ってやるわ」「今度こそ言うだけのことを言ってやるとおしのは思った夜になると雪は雨になりあくる朝はきれいに晴れていた騎兵の病性は変わらず 食欲のないのが心配だったがせきも少なくなり熱も下がってゆくようであったお園は来なかった約束の30日は午後から待っていたが夜になっても使いさえよこさなかったやっぱりそうだったのねおしのは悔しさのあまり身が震えた すぐ自分で迎えに行きたいと思ったが年末の商家は多忙で女中までが店の手伝いに追われおしの以外に父の世話をする手がないため亀戸まで行ってくるような暇は全くなかった大晦日の晩十二時過ぎに騎兵がまたか血した十時に店を閉め番頭と手代たちが長愛にかかった それが済んでから3人が眺望を持ってき、喜兵衛の枕元で説明をした。喜兵衛はヤグの上に座り、いちいち帳簿を突き合わせながら聞いていた。12時ちょっと前に年越しそばが開き、番頭たち3人が食べた。おしのは箸をつけただけで、父に躍動を飲ませようとしたが。もうすぐ終わるからといって、喜兵衛はそろばんを置こうとしなかった。 そしてすっかり終わった時騎兵は手洗いに行きその戻りに廊下で滑血して倒れた。血の量はそれほど多くはなかったがこの前の時がひどかったし体力がまだ回復していなかったため滑血したあと失神し夜が明けるまで昏睡状態が続いた。